はい、おはようございます。後藤です。今日ちょっと部屋着でですね、T シャツですけども、送っていきたいと思います。いつもですね、ビデオを見てくださってありがとうございます。今日はですね、思い切ってやれってことについてお話ししていきたいと思います。なんで今日はこの話をしていくのかっていうと、まあ、なんだろう。 なんかこういまいち新しいことやりたいけど、えー、勇気が出ないとかこれやったら、えー、同業者に怒られるとかお客さんからクレームが出るかもしれないとかですね、えー、そういう不安があってなかなか行動できない人が、えー、たくさんいるので今日はこの話をしていくんですけどもえー、っとこれどういうことかっていうとあのー、あれですね まあ僕もよくありますけども、えー、これやってもしこんなクレーム来たらどうしようとか、えーね、せっかくいつも買ってくれてるお客さんに、えー、こんなことを言ったら怒られるかもしれない。 ね、えー、新しく試してみたいことがあるけどなかなかできないことってまあ僕もあるんですけども、えー、そういう時にですね、えー、どういうふうに解決していったらいいかっていうと、えー、今、えー、あなたがですねやってる、えーまあ、仕事ですね新しくやろうと思ってることがあるんであればですね、えー、2つのことを考えてほしいんですけども、えー、それを 思い切ったことですね、えー、やらなかった場合、えー、その行動ですね行動しなかった場合、えー、最終最悪どうなるのかっていうことを考えてもらいたいですねもし今これをやろうとして、えー、1個のことをやろうとしてですねこれをやらなかった場合まあどうなっていくのまあ例えば倒産するとかいろいろありますよね、えー、最悪ど,うなどこまで押してしまうのか っていうことをまず考えて書き出してみてください。で、次に、えー、その思い切った行動をやった場合ですね。思い切って行動した場合、えー、どんな最悪なことが起こるのか。えー、それをまた書き出してみてほしいですね、えー。そうするとですね、えー、まあ、いっぱいありますよね。クレームが来る同業者に怒られるとかありますけども、でそれを書き出してもらって、 えー、全部書ききったところで見て見,く見比べてもらいたいんですね。で見比べるとわかるんですけども、えー、どっちも結構きついんですね。どっちも嫌なんです。なんで、えー、これ何が言いたいかっていうと、えー、どっちにしても嫌ですよね。嫌なことって起きると思うんです。で。 どっちにしても嫌なんだったらやった方がいいよねっていう話なんですね要するになのでもし今ままあ、迷ってることがあるんであれば、えー、思い切ってもうやってしまってくださいやってしまって、えー、嫌なことが起きるでもその先には、えー、きちんとその目標に向けて起こした行動なんで嫌なことが起きた後にちゃんとその えー、どん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 結果が出ていくんですね。続けていくとね。なので、えー、そっちを選んで、どんどん行動していくことによって、あなたがどんどん進化していくんだと思います。えー、なんでですね、えー、ぜひこれ、どっち、えー、やらなかった場合、やった場合、の両方ですね、両方の、えー、嫌なこと、最悪な起こりうる出来事を書き出して、 見てください、えー。そうすることによってですねあなたの行動はどん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 勇気のある思い切った行動で、えー、業界のトップを走っていけるんだと思いますじゃあそんな感じですね今日は終わっていきたいと思いますではまた次回